ダニエル・モンベウ・イエムセンは、デンマーク・コペンハーゲン出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは MF。同じく元サッカー選手のニクラス・イエンセンの弟で、あり、兄弟揃って代表入りしている。ユース時代は、ボルクル・ペン・アフセン・8 9 3に所属し、1998年に、オランダの SC、ヘーレン・フェーンに加入。 2003から2004シーズンにプリメーラディビションに昇格したばかりのレアルムルシアに加入するもののチームは2部に降格しわずか1年で退団2004から05シーズンからドイツのベルダーブレーメンに加入2006年の DFL リーガポカール制覇と2009年の DFB ポカール制覇に貢献したもののトルステン・フリンクス、ティム・ボロースキといった重鎮からポジションを奪えず ブレーメンではベンチで過ごす時間が長かった。半年間の浪人期間を経て、2012年1月にイタリアのノバーラカルチョへ1年半の契約で移籍。しかし、同年11月2日に契約を解除することが発表された。2013年1月30日、FC コペンハーゲンに加入し母国へ復帰。半年後に同クラブを退団し、 フリーとなったが、同年9月22日に、スナユスケフッポルトと契約を結んだ。2015から16シーズンには、リンビー・ b k でプレーし、シーズン終了後に現役を引退することを表明した。ありがとうございます。